西荻窪にあるジャジャウマへ再び行ってきました。パッピーさんの動画で紹介されてました。ここは馬系が本当に美味しくて、であとはいろんなお酒がウイスキーとか置いてあるのが魅力ですね。星さんが YouTube で食べてたものがメニューになってたりとか、あとは星さんの顔写真がたくさん貼ってあったり、本当に楽しい。壁には星さんファンの写真がたくさん飾られてます。僕の写真も1枚飾ってあります。ぜひ探してみてください。普段はあんまりこっちの方に出て飲むことはないんですけど、最近はムビナナを見るために都内に出ることが多いので、その度に寄ろうかなって今のところ考えてます。さっき映像で映ってきた桜鍋、馬刺しとあの野菜がいっぱい入ってる鍋なんですけど、本当に絶品だったので夏場でもおすすめです。行ったらあれ本当食べてみてください。そして一杯サービスでいただきました。マスターもとても優しいので、アイナナ好きの方はぜひ。